リチャード・レモン・ランダーは西アフリカの探検で知られるイギリスの探検家、コーンウォール人。ランダーはコーンウォール州トゥルーロの宿屋の息子として当時のザ・ファイティング・コックス・インで生まれた。ランダーの探検はスコットランド人の探検家、ヒュー・クラッパートーンによる1825年の西アフリカ遠征隊に助手として参加したことから始まった。クラッパートーンは 1827年4月に今日のナイジェリアに位置する祖コとの近くで死去し、その時点でランダーはこの遠征隊で唯一生き残ったヨーロッパ人となった。ランダーはそこからさらに南東方面へと進んだ後、1828年7月にイギリスに帰還した。1830年、ランダーは弟ジョン・ランダーと共に再び西アフリカへ赴いた。 1830年3月22日にバダグリに上陸した二人はニジェール川下流域をブッサから海まで下った。さらにニジェール川を1 6 0トルほど上流まで探検した後、再び戻って支流の彼らは1831年にイギリスに帰還した。1932年、ランダーは マグレガーレアードラ・リバプールの商人たちが組織した遠征隊を率いてアフリカへ赴き、ニジェール川とベヌエ川の合流地点に交易拠点を築くことを目指した。しかし、この遠征はもろもろの困難に直面。ランダーはカヌーで川を遡上中にアフリカ人の部族民に襲撃され、マスケット銃の弾丸を太ももに被弾した。ランダーは沿岸部までたどり着いたが、 この重装により、そこで落命した。トゥルーロには、レモンストリートの坂の上に彫刻家、ネビルのオージー・バーナードによるランダーの記念碑があり、また地元の中学校の一つは、ランダーを叩いてその名を冠している。1835年には、ランダーを記念する石柱の建設が始まった。1832年、ランダーは、ニジェール川の稼働と源流を決定するにあたっての、 重要な貢献に対して、王立地理学会の金メダルである創立者メダルを受賞し、このメダルの最初の受賞者となった。アフリカの衣装をまとった、ランダーの肖像を。2004年11月、リチャード・ランダーの生誕200年を記念し、ランダー兄弟の顕著な業績を称えて、全員の遠征隊が、兄弟の河川探検の工程をたどるために派遣された。ありがとうございます。